足利三代木造教師事件は、幕末の文久三年2月22日深夜に、京都の当寺院霊公殿に安置されていた、室町幕府初代将軍、足利高氏、二代、吉明、三代、吉光の木造の首と位配が持ち出された上、正当な高等たる難聴に対する逆賊とする、罪状が掲げられ、鴨川の山上瓦原にさらされた事件である。足利氏に固くして、 徳川東幕の意を表現したもので、幕末の尊攘運動の一つ。犯人は、不詳、農民、医師、老子ら十数人で、伊藤義美徹、梅村新一郎、石川はじめ、戦国沙田男、岡本太郎、野呂久左衛門、中島松種、ね、北村吉貞、角田忠幸、三和田本綱、諸岡正種、ね、青柳光友、長尾薫三郎、武部健一郎、 大見国の合商国学者、西川吉介、高松平十郎、宮、和田雄太郎、小室力蔵ら、平田派国学の門人であり、藍津藩士の大場京平や長沢真嗣も関与していた。大原茂徳、三条耳良直氏の下校を島まず、久光が主導する文級の改革を経て、時流は、宝直上位の方向に大きく傾き、将軍、 徳川家持上落の決定とともに、それに、先立って将軍貢献職となった徳川義信が、文久2年12月、江戸を出立して刑に赴いた。では国久保田藩主、佐竹義高も、文久3年に1月に上落することとなり、それに先立ち、久保田藩に江戸上府市として使いながらも、木武記者を主催し、全国の平田派を束ねる立場であった平田鉄種も、 文久2年11月27日、江戸から大宇都宮天綱に随行する形での上落を命じられた。同行したのは、鉄種の側近的立場にあった、角田忠之、そしての木勢大夫、小林洋一郎であった。父に引き続き鉄種長男平田信辺種、次男三木哲也も上京、加えて平田不死の上京と国事圧戦を後期として、 門人の長老閣であった武蔵区にいる馬軍の権田、直助をはじめとする平田国学の尖が陸族と京都に参集して、法直上位の運動を、下からさらに促そうとした。これにより、当時の京都はさながら、平田門人総決集の様相を呈したのであった。こうした矢先に起こったのが、足利三代木造教主事件であったが、状況を考慮すれば起こるべくして起こった事件と言える。 平田鉄種自身は判明を帯びての状況であり、この事件には全く関与していなかったが、心情的には門弟たちの行為は、是とされるべきと考えていたものと思われ、久保田藩への探索報告書である、風雲秘密探偵録には、事件関係者を一斉捕獲、殺害した京都市五職、松平片森を藩主とする合津藩に対する、備前国岡山藩の厳重抗議文、また、 総申書氏による関係者斜面要求の諸憲博を収載している。江戸幕府の立場からすれば、従来の天中が開国派や工部合体派であった個人を狙ってのものが大半であったのに対し、この事件では足利将軍の木造を強襲することで案に倒幕の意味を持つものとして警戒された。また、事件は江戸で公募された。 労使組の上落直前にあたり、挑発的行為とも考えられた。京都市五職、松平片森は、この事件に激怒、数多の反対論を抑えて、犯人の全員捕獲を命じた。労使の一斉放棄も懸念されたが、4月に犯人らは逮捕され、8月には処刑された。事件後は、労使取締りが強化された。しかし、犯人全員が捕獲されたわけではなく、 小室力蔵と中島栄吉は、東非行の末に、徳島藩に収監された。角田忠行は、稲谷に潜伏した。諸岡正峯や大場京平は捕獲されたものの、薩摩藩、長州藩の両藩主や、苦行の計らいで、信濃国上田藩にて遊兵のみとなった。青柳高友と武部健一郎は、伊勢国被災藩、長沢晋二は、東都海国横須賀藩、宮、 和田雄太郎は、伊勢国小物藩、三和元綱は、田島国と8日藩、野郎旧在門は、越前国勝山藩に預けられた。西川吉助は、親類預けとなるが、京都の情勢を盛んに、江戸の平田鉄種に報告した。上日、風雲秘密探偵録には、江戸に戻った平田鉄種に対し、京都から発信された書簡も収載されており、そこには、 報告責心の勇士、数とたりとも外エビス切迫の檻から、悲鳴に相囲うことを痛み、大社が出たにもかかわらず、例のごとくばくりがこれを抱え込んで知らせないため、下には達せず、混乱が収まらないことへの憂慮が記されている。生き残った人々のうち、小室、中島、諸岡、角田らは明治維新後、新政府に出資した。女性尊重派志士として知られる。 信濃国稲郡の松尾多子は、中仙道中津川宿から京都まで、諸岡正種、三綿元綱、旧、和田雄太郎らの一行と行動を共にしていた。大勢子自身は辛くも、捕獲の難を逃れ、井上薫の協力のもと長州藩系屋敷に、かくまわれた。文久三年二月二十三日、美野国中津川宿本陣主人の、一岡院政夫妻は、平田鉄種、 延べ種状況の知らせを聞き、中津川宿道屋役だった、相田半部衆修乗とその娘、相田亀吉、松尾多瀬子の長男、松尾誠と次男の竹村田上門、松尾屋出入りの久保田定蔵と共に、中津川を出発して、京都へ向かった。この時、松尾多瀬子はすでに京都に到達しており、諸岡らと行動に共にしていた。そのさなか、事件が起こり、松尾の母と、 子は、長州藩系や式で、互いの無事を確かめることとなったのである。この後、大勢子は、大阪、山と伊勢から名古屋を経由して帰京し、女上部と称されて、倒幕派の中で重きをなすようになり、幕府に追われる身であった、角田忠之、相良宗像、長谷川鉄之神らをかくまった。平田鉄種不死一行は、中仙道を経て、江戸へ帰る鉄種、ね、 のべたねらは途中、中津川塾で、一応海聖や愛田秀則らの門人たちから、熱烈な艦隊を受けたが、その中には、隣宿まご目塾の名主、島崎正樹も加わっていた。京都市五職、松平片森は、それまで倒幕派の者とも話し合っていく、元牢同会と呼ばれる、融和政策をとっていたが、一転して、身風呂市などを使うこととなる。ありがとうございます。